どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。木村の前に木村なく、木村の後に木村なし。世に様々いる武道家、格闘家、そういった強豪たちの中でもこれほどまでに強烈な文句で称えられたものは果たして他にいるでしょうか。木村の前に歴史上彼を超えた存在はおらず、そしてこの後どれだけ柔道という競技が発達し進化し、新たな技が開発され、不正室の柔道家が排出されようと彼を超えることはありえない。それほどに断言された、史上最強と謳われた柔道家木村正彦、現役時代に203連勝、および外国人相手に無敗という大記録を打ち立て、ロサンゼルスオリンピックでは金メダルを獲得している山下康弘をして、一歩でも二歩でも近づきたかったと語るほどの偉人です。木村正彦の柔道は一言で表すのならば、彼の言葉に集約されると言っていいでしょう。死んでもやり遂げると、柔道のためなら死んでもいいと、死を枕に共にしてもいいというような漢字のもとに、精進いたしました。名門鎮西中学で早くも全国制覇、18歳で驚異の四段を取得、早稲田、慶応、明治といった多くの大学が学費免除でスカウトに訪れる中、木村正彦は当時無名であった拓殖大学を選び、同じ熊本であり、さらには鎮西の先輩であった牛島辰熊に師事することになります。当時家が貧しかったという彼は、牛島の俺のところに住めばいい、小遣い戦くらいはやるよというその心意気に惹かれたといいます。そこで明治神宮大会などを含め実質的な全日本選手権を都合5度の優勝、眼球を負傷してもなお戦い続け、猛虎として恐れられていた牛島辰熊に徹底的にしごかれることになります。寝技で連日締め落とされ、乱取り中頻繁に当て身、拳を食らわされ、開催された講道館の紅白試合においての木村正彦五段昇段審査にていきなりの8人抜きの快挙を挙げ、技量抜群で五段に昇段しましたが、それを牛島辰熊に報告すると鉄拳を加えられ、次の言葉を告げられたといいます。試合は同じ試合と同じだ、お前は8人に勝って9人目に殺されたのだ。これらの体験が元となり、木村正彦は次の言葉を掲げることになります。3倍努力。これについて木村正彦本人はこう語っています。当時、他の人は、1日3時間ぐらいしてたもんですから、6時間ぐらい、練習すれば選手権は取れるだろうと思った。ところが相手が あいつを倒してやろうってんで、3時間のところ6時間やったら、今度は五分と五分になって、勝っても行幸かまぐれしかならない。したがって3倍すりゃ絶対に取れると。その稽古内容は凄まじく、朝4時半に起きて塾生として掃除をして、10時に警視庁へ赴き1時間、拓大で3時間、夜の6時から講道館、そして8時から11時まで深川の町道場で乱取りをしたといいます。いや、めちゃくちゃすぎ、どんだけ練習してるんだっていう感じですね。その数は100本にも及んだといい、この時点でももう常人の1週間分以上稽古していると言っても過言ではないと思いますが、その後家に帰って食事をして、風呂に入ってから自重、バーベルを使ったウェイトトレーニングに入ったといいます。腕立て伏せをまず1000回、はい、おかしい、この時点でおかしい、いや誰が突っ込んでくれって感じですね。はい、続いて80キロのベンチプレスを600回、バーベルトレーニングの数じゃない、バーベルトレーニングの数じゃない、これだけで1時間ぐらいかかったと語っています。うん、1時間で終わらせられるのがそもそもすごいようにも思います。はい、仕上げにうさぎ跳び1キロ、
この人の体力の底はどこにあるんでしょうか。ちなみに木村正彦のベンチプレスのマックスは250キロであったと言います。250キロか。極真空手の創始者大山松達は確か200キロくらいというのを聞いたことがある気がしますから、それ以上か。まあ、この有名な写真から見ても人間離れというか、むしろ別の人種に近いというか、そんな感じしますね。それによって得たパワーは身長170センチ、体重85キロという、決して大柄ではない木村正彦の体育を持って、少女の3の両端を持って潰すことを可能とし、太い鉛の棒を簡単に曲げたと言います。鉛の棒を、簡単にっていうか、鉛の棒って人間の力で曲がるんですね。曲がるんですね、なるほど。新人類ですかね。他にもエピソードとしては、師匠の牛島辰釜が木村正彦に内輪で仰いでくれと頼むと、その場にあった畳を持ち上げ、それを扇のように仰いで驚かせたり、乗り遅れた弟子の身に走り始めた都電の後ろにある牽引用の取っ手を掴んで引っ張り、電車を停車位置に戻してしまったこともあると言います。弟子たちはそれを見て唖然としたと言いますが、もうなんていうか、もうパワーだけで、パワーだけでも、もう何もありません。さらには空手にも造形が深く、柔道の握り、手首を強くするため、朝の掃除と警視庁に行くまでの間に巻き藁突き、左右千本王もノルマとし、剛柔流においては師範代を務めるほどの腕だったといいます。しかも戦後はアメリカのヘビー級ボクサーとスパーリング中心のボクシング修練にまで勤めていたというから、まさに武芸百般。夜になると市の牛島に習い、ものすごく太いもみの木に帯を巻いて毎日1000回の打ち込みをし、同時にろうそくを後ろに置いて打ち込みによって消すということも行ったといいますが、木村正彦本人曰く、毎日1000回もやるとすぐ切れちまうんだな、金がかかってしょうがない、それでロープを持ち出してやったと言います。なんかすごいエピソードだらけで、だんだん感覚が麻痺してきますね、本当。それでついにはその大木を一本枯らしてしまったというから恐ろしい話です。打ち込みを繰り返すうちに木村正彦の背中の皮はすりむけて治るを繰り返し、かかとのように分厚くなったと言います。それらの練習を1日9時間、一説によると10時間を超え、さらに365日行ったと言いますから、現代の科学トレーニングからしたら目を向くような所業と言えるでしょう。そのように過ごすうちに夜中の2時頃になり、しかしことここに及んでもなお、これですぐ寝てはダメだ、人間は寝たら死んだのと一緒だ、人が死んでも自分だけが生きている稽古をしようと体をつねって朝の4時頃まで寝ない訓練をし、朝の一番列車が通って、ああ夜が明けるなと思い、一睡もしない時の方が多かったと言います。平均睡眠時間は驚きの3時間。その時のことを木村正彦は、布団の中で寝ないでいると一日の稽古の状況が頭の中に浮かんでくる、大体100人くらいの人間と一日稽古したが、次から次へと出てきて、あの時かけた技はこうでどうだったかというのが出てきて、技をかけた瞬間がストップモーションになる、それでこの技はいいとか悪いとか分かると、寝ている間にもイメージトレーニングに明け暮れていたことが見て取れます。まあですが、睡眠不足の分は授業中に寝ていたというのはさすがにご愛嬌と言っていいのではないでしょうか。拓大大学の同級生だという塩田剛造が、あんたは授業中いつも寝とったな、木村が我々のクラスにいたから誰も落第しなかった、ケツから押し上げてくれたからと語り、木村正彦自身も睡眠が短い秘訣を学校で寝てたと笑っていたと言います。この頃のことを後に木村正彦は、血の小便が出てもね、自分はどんなことしてでもここで生きていくんだ、この道をどんなことしてでも極めてやるんだと、こういう根性を持ってやるっていうことは大切でしょうね。試合っていうのはこう、負けるためにあるもんじゃなくて勝つためにあるんです。だから手前味噌ですけど、今の人と
およそ決断力が違うということですね、と語っています。木村雅彦はその凄まじい柔道界での戦績、他ジャンルへの転身、ブラジルの格闘技との激突、昭和のスターとの決闘、それらの数奇なる運命の方が語られることが多いですが、私としてはそれらの根本となる稽古、決意、師弟関係、仲間との切磋琢磨、それらの方が彼の本質をついていると考えます。武道とは日々の積み重ね、道を歩くこと、それそのものなのです。試合はその結果を表すもの、その彼を形作ったであろう日々の稽古、武道家としてのあり方、それが彼を支持する者たちの礎になっていることは間違いないと、現在木村雅彦を史上最強の柔道家とする風潮から私は捉えたいと考えています。私は引き続き凄まじいまでの稽古、思い、信念、それが実を結んだ戦いの歴史、偉大なる先駆者としてのあり方、それをお伝えしていきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。